私たちは、トップチームと戦うために、2つの、発想で、チームディフェンスを組んでいます。一つは、守れないというところから始めて守れるようにしようと、もう一つは全力を出そうと、この2つを、テーマに、チームディフェンスを組んでいます。一般的なチームは、接近して相手が何をするかを確認してシュートだったりドライブだったりまたはパスだったりを守れと言いますが、もともと初心者の集まりですし、訓練されていませんので、まあ、寄っても一生懸命やっても何やっても抜かれてしまうんです。打たれてしまうんです。まあ、発想を変えました。まず足元にまずガバッと寄ってみようと、必ずそしたら相手は大体のチームの相手はこう抜いてきます。でもそばに寄ればシュート打たれません。でシュートは防げるん で大体どの選手も、ドライブをしようとしますので、その時に私たちも守れる意識を持たないで意味なく後ろに下がります。シュートを防いだら、次は相手はパスかドライブしかありません。パスをされる分には、その選手には全く、問題ありませんし、怖いのはドリブルです。でそこで普通のチームは寄ってドライブなんならばドライブするのを見て守ろうと、というのを私たちは寄ったらドライブがあるからそのまますぐ下がる、この時のできれば寄りは膝を抜いて寄れれば、手配なく寄れます。また後ろに下がる時も引っ張られるように後ろに飛び降りれば飛び移れば、効率よく相手に対応するんじゃなくて私たちが、勝手にいろいろ動いてみて、1対1を守ってみようという発想です。もう一つの全力を出すというのは、一般的な選手は試合中に7割8割で、運動しています。なかなか全力を出せません。全力を出せない理由っていうのは、長い時間試合に出ようとするからです。今から、ハーフコートの 1-3-1 の、ディフェンスの方法を紹介します。一般的な 1-3-1 と同じように守ります。違いは、1人目の寄るときに足元まで入り、でその足元まで入ったら、意味なく後ろに飛び下がりまた寄るというような、要は1対1の局面で、守れないという発想で守ります。守れないんであるならば足元まで寄ってプレッシャー立てて相手に抜かれる前に飛び下がり、また相手がシュートを打ちたくなる前にまた寄り、その動きを繰り返して、攻めるディフェンスになります。マンツーマンをやらないわけじゃないんですが、マンツーマンをやってボロボロになって負けていくと選手のモチベーションは落ちます。ですので、ゾーンで戦えるようにしていつの日かマンツーマンをできるようにしようと思って、足元までとにかく足元まで入って攻める、今いいですね、はい、攻める、引く、攻める、攻める、攻める、引く、はい、攻める、そうですね、今引き倒そうから抜かれてます、今、読めたと思います、そうです、はい、読んで、はい、足元攻めて、私たちは、マンツーマンディフェンスを大事にし、練習を、やってきました。マンツーマンディフェンスは非常に大事だと思いますし、将来の伸びに関わる重要なディフェンスだと思います。ただやってもやっても守れるようにあまりならず、試合をやってもマンツーマンで守ればやられてしまう、その繰り返しでした。時間を取られる割には結果出ないと、で何百点、まあ百何十点も離されて試合を待てると生徒のモチベーションは非常に落ち、やめていく者も増えました。一度マンツーマンについて見直しをして、見たんですね。まあ、よく考えてみると守れないマンツーマンやっても守れないならば、守れないところから発想してみようと、いろんなディフェンスをやってきました。